曲振り拒否して手探りスタート特化しないヒーラー、仲間と別れて旅に出る、星に。大量にランダムの人族が転生待機部屋に召喚される。そこにいたオンラインゲームのネット友だった友人たちと、MMORPG よろしく、効率的に異世界を攻略するために曲振り構成にしてゲームと一緒でパーティ組もうぜということになって MMORPG してた時もヒーラーだったために主人公は曲振りヒーラージョブを作っていたが、転生特典部屋での違和感を感じ、自分以外の MMORPG 仲間が全員なぜか初期スポーン地点を城にしたいと言い出したりと何か自分たちの思考に余計なノイズが入っているんじゃないかという現象が発生。ここから特化型をやめて万能型にスキルを振り直して、さらには仲間とは離れてソロプレイを始めるという感じのシナリオ。ここからは、設定中漫画なのでその世界の設定だったりを考察しつつ無理せずにレベリングに励んで、世界観はどんな感じなのかみたいなのをしつつ、イベントで助けた冒険者パーティーと臨時パーティーを組んでという感じのストーリー、合間に元 MMORPG 仲間のシナリオも入るという感じ。設定的には謎の意図によって勇者パーティーのヒーラーだった主人公が、その意図に逆らってソロ冒険者を始めるとかそんな感じの漫画、導入は派手だがちまちまとレベリングをする感じのビルダー向け漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。